こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は月下標準です。男女の縁を取り持つ人、媒酌人、仲人のことです。月下老人も同様の四字熟語です。使い方は、社長夫妻に月下標準をしていただくなどと使います。だから月下標準を楷書で書いてみます。それでは今から月下標準を行書で書いてみます。それでは今から月下標準を草書で書いてみます。今から月下標準の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。